ダンローレンスランド・オール・ダ・スピットは、アメリカ海軍の軍人、最終階級は少々。ダ・スピットは40年にわたる軍歴の大半で、主に潜水艦畑を歩み、第二次世界大戦中の功績により、海軍十字章を受章した。また、戦後には、重巡洋艦の艦長や、短期艦ながら、潜水艦大司令官も務めた。しかしダ・スピットの軍歴のうち、 あらゆる意味で有名なのは特設運送船、第ントナンマルとの対決である。ダスピットは、第ントナンマルに魚雷を15本も命中させたものの、不発魚雷に泣かされ、沈めることができなかった。断固と、ローレンス・ランドール・ダスピットは1905年10月18日、ルイジアナ州ヒューマに生まれた。海軍兵学校に進み、1927年に卒業。 卒業年時から、アナポリス1927年組と呼称された、この世代からは、ガードフィッシュ艦長や、ウルフパック司令を務めたトーマス・ B ・クラークリングや、フライングフィッシュ艦長を務めたグリーン・アールド・ナホ、ジャック艦長として1944年2月19日に、非四重戦団を壊滅したトーマス・エム・ダイカース、真珠湾攻撃に先立つ、ワード号事件で特殊戦皇帝を撃沈した、 ウィリアム・アウター・ブリッジなどがいる。卒業後、ダス・ピットは、戦艦ニューヨークに1929年7月まで配属され、以降、防護巡洋艦ガルベストン潜水母艦、フルトン及び駆逐艦、チャイルズと水上艦に乗り組む。1933年、ダス・ピットは、ニューロンドンの潜水学校を受講して、潜水艦畑の道を歩み、潜水艦、 S-20 に配属された。1937年にはカリフォルニア大学バークレー校を受講し、受講後の1938年からは潜水艦パイク勤務となる。ついで潜水艦シャークに移り、1941年3月25日から4月17日の間には艦長を務めた。 第3と南んまる1943年1月15日、ダスピットは新英潜水艦ティノサの初代艦長に就任する。ティノサの艦長としては4回の紹介を行ったが、最大のハイライトは1943年7月24日の出来事である。7月24日朝、ダスピットは潜望橋で3万5000ヤードの距離に、第2と南んまとおぼしき船影を認める。 敵 A との距離を徐々に縮め、2時間後に先行して攻撃機会を伺ったダスピットは9時28分に魚雷を4本発射して、うち2本が第3と南丸に命中したのを確認した。相手は4発の爆雷を投じてきたが、9時38分には魚雷を2本発射して2本とも命中させた。10時9分に魚雷をもう1本発射して命中させたが、ここでダスピットは 妙なことに気づいた。慎重に目標を観測していたが、私は確かに大きな水中を目撃し、魚雷が右舷側に命中する音も最低一つは確認した。しかし、何ら影響は見られない。相手は機銃と四インチ砲で、潜望鏡をめがけて反撃してきた。第三と南丸にはここまで魚雷が六本撃ち込まれ、少なくとも二本は爆発して、航行不能となっていたが、 沈没の気配すら見せていなかった。しかし、高校不能となっては、素状の声である。ダスピットは、妙なことには構わず、魚雷を一本ずつ発射し、第三と南丸に止めを刺そうとした。十時十一分、八本目の魚雷を発射。命中。何ら影響は見られない。十時十四分、九本目の魚雷を発射。命中。何ら影響は見られない。目標は、 戦望鏡の視界内にあり、魚雷は正しく、鉱石を描いている。ネットの有無を観測したが見当たらない。10時39分、10本目の魚雷を発射。命中、何ら影響は見られない。10時48分、11本目の魚雷を発射。命中、何ら影響は見られない。この魚雷は、船尾側によく当たり、その度に水柱を作っている。その後、 タンカーの線尾方向に右へと曲がり100フィートほど水面上に出る様子を観測した。私はこの様子を見ているが納得することは難しい。10時50分12本目の魚雷を発射。命中何ら影響は見られない。11時13本目の魚雷を発射。命中何ら影響は見られない。反対側で射撃を行っているようだ。 11時22分、高速のスクリュー音を探知。11時25分、監視正面方向に接近しつつある駆逐艦のマストを発見した。11時31分、14本目の魚雷を発射。命中、何ら影響は見られない。11時32分30秒、15本目の魚雷を発射。命中、何ら影響は見られない。 駆逐艦が1000ヤード以内に入ってきたため、新震度先行に移る。魚雷は確かにタンカーに命中し、航行する音も止まったことを確認した。1 0鏡房も下げたが、全く爆発しなかった。基地で検査を行うため、最後に残った魚雷は保持することとした。8月4日に、ティノサが27日間の行動を終えて、新珠湾に帰島して間もなく、普段は冷静で、 同様のかけらも見せない、ダスピットは激怒して、猛抗議を行った。ダスピットの抗議の受理先である、太平洋艦隊潜水部隊司令官、チャールズ・エイ・ロックウッド中将は言う。私は、兵隊局とニューポート、魚雷供給先の連中がぐずぐずしていることに、我慢できなかった。私は、弾が19000トンのタンカーを撃沈できなかった、ことを非難することはできなかった。 私が察するに、弾の怒りは相当なものだったように思う。彼の話は、一見信じがたいようなものであるが、証拠が彼の話を否定することを妨げた。チャールズ・エイ・ロックウッド、チャールズ・モンセン大佐が、マウイ島南岸のカホーラウェイの断崖を標的に、実物の魚雷を使って、発射実験を行ったが、結果は2本が爆発したものの、残る1本は不発に終わった。 回収後の原因調査の結果、マーク14型魚雷の磁気進艦に使用していたマーク6型進艦と爆発線の不良によるものであった。爆発線は目標と直角にならない時に一番爆発する確率になるようバネとベアリングが調整されており、直角かそれに近い角度で命中すると雷管につながるピンが折れて爆発しなくなる白物であった。 第三と南丸に命中した魚雷のうち、爆発したものについては最適な角度で発射されたため、爆発したものであると結論付けられた。要は、爆発しなかったものについては、第三と南丸が動かないことを良いことに、真横から発射したものの、すべて爆発線が折れてしまい爆発しなかったということである。この後、ダスピットは、ティノサで2回の紹介を行い、 12月16日に4回目の紹介を終えて、フリーマントルに祈祷の後、退官した。ダスピットは4回の紹介で、第3と南丸はさておいても、特務官カザハヤなど、計4隻と2分の1の艦船を撃沈し、この功績に対して、海軍十字章が授けられた。ティノサ退官後のダスピットは、 艦船局勤務を経て1944年から1946年の間は潜水軍司令として艦長職とは違う立場で潜水艦船に関わった。第二次世界大戦終結後の1946年から1947年にはアメリカ海軍開発研究所に勤務。ノルウェー出身の探検家フィン・ロンネが率いる南極越冬隊の支援を行い、ロンネは その支援に感謝する形で、南六十八度十0分整形十五度四十五分、南十八点一六七度整形五点七五零度、マイナス六六十八点一七マイナス六十五点七五零の地点にある氷河を、ダスピット氷河と命名した。フロリダ州キーウェストの第四潜水隊司令を経て、海軍作戦部入りし、潜水艦担当部門の副主任として、 将来の潜水艦船の研究に加わった。朝鮮戦争勃発後の1951年には、太平洋艦隊潜水部隊にチーフスタッフとして加入するが、1952年8月30日付で、従順洋艦ロサンゼルスの艦長となった。ダスピットは、ロサンゼルスの艦長を1953年7月22日まで、務めて公認に引き継いだが、その公認は、 ダスピットの同期であるアウターブリッジであった。1957年からは第6巡洋艦隊司令官を務め、この間の2月15日から5月12日には原子力潜水艦トライトンによる先行世界一周のマゼラン作戦が実施されている。1962年に第6海軍区司令官を務め、 1965年7月16日から1967年10月31日の間に勤めたバージニア州のフォークのアメリカ統合軍幕僚学校内の部隊司令官の職を最後に退役した。ダスピットは1979年5月19日に73歳で亡くなりアーリントン国立墓地に埋葬されている。第二と南丸は第三と南丸の同型。 カザハヤの撃沈は、スティールヘッドとの共同戦果であり、デビット・エルウェル・シェル少佐と戦果は二分されている。ジェニック、ありがとうございます。